はい。この日が訪れましたね。宇宙元旦おめでとうございます。<noise> では、宇宙元旦の祝福のメッセージをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。<noise> こんにちは。穴口恵子の ハッピースピレラルにようこそ宇宙元旦の、えー、最高最善の時を迎えたのですが皆さん気分はいかがでしょうかいやもう私にとってはですね源そのものでありすべてのありである存在たちが愛おしい愛おしいそんな言葉が、えー、繰り返し繰り返し、えー、このハートから湧き上がってくるんですねで今日は、えー、その 宇宙元旦で、えー、セドナの「ワンネスの光の神殿」からシリウスの祝福のメッセージをお届けしますのでこれメッセージとともにエネルギーワークも、えー、入っているようなのでぜひ最後まで、えー、完結するまでご覧頂い,いたら最高ですでは皆さんとともにこの宇宙元旦の振動数を感じて始めていきたいと思いますセドナの「キャタドラルロック」の「 シリウスの光の土地の中にある源から降ろされているワンネスの光の神殿とつながらせていただきます今日のこの2024年宇宙元旦においてそして今地球人とありであるもの全てなるもののこの地球上のそして宇宙に対しても私たちが共同創造していることに感謝しますはいまずねシリウスのえこの大天使ヘルメス ヘルメスって書くんですけどあのブランドのヘルメスっていう風に音が来ましたヘルメスからのメッセージをお届けします親愛なる地球の目覚めた無限心であるあなたが今日という日に私たちのワンネスの光の神殿からのメッセージを受け取っていただけることに感謝します私たちは地球との、えー、簡単に言うと血族血縁関係に 値するような関係でああることをななた方に伝えていますなぜならばシリウスの DNA はあなた方のその DNA の一部不正ですね不正の DNA をシリウスと共に持っているものです私たちの DNA の中に地球人の DNA はあるということでありまたあなた方の中にシリウスの不正の DNA があるということに気づいてみてください この DNA は、この宇宙元旦とともに、えー、いよいよその不正の中にある無条件の愛の強さというものが、あなた方の中に目覚めていくチャンスがやってきています。この不正の無条件の愛というものについて、今日はあなたが自分の内側にある DNA とともに、その DNA が格別に、 覚醒化していくようなチャンスがやってきているのでこのメッセージをお伝えすることが、えー、適切であるということを私たちは感じていますそしてそれはあなた方の、えー、無条件の愛それは母性にも父性にもある中父性はあらゆる、えー、チャンスを危機的な状況であったとしても 掴むことができる勇気ということで一つは不正の無条件の愛は勇気を持って、えー、制限のない世界をあなたが感じた時にそれが崖であろうがそれが滝であろうがそれが海であろうが飛び立ってみるという勇気です。なぜなぜらばこののの無条件の愛の 不正の,この、えー、あ勇気という、えー、位置づけは全ては完璧であることを知っています。だからこそ不正は動くために勇気をそしてまたこの、えー、不正の無条件の愛は絶対的な信頼を自分自身という無,無限心にそしてまたその環境に、えー、そしてまたそれに関わる全てにおいて絶対信頼をおいて 行動へととすすことがでできるのですどうかその不正の中にある、えー、無条件の愛を今あなたの中で活性化することを、えー、選ぶということを選択してみてください。あなたの自由意志を持ってこのように私たちに伝えてみてください。それがあなたが最も、えー、腑に落ちていたならばです。それは私は私 無限神として不正の持つ無条件の愛を私の内側で活性化します。そしてこの人生で直ちに生かします。もしあなたがこのメッセージ、この宣言を私たちに届けたならばおのずとあなたのシリウス系の DNA がアクティベートされそしてあなたの不正の無条件の愛があなたの勇気を奮い立たせ行動へといかなる状況であったとしても絶対信頼を持ってえ勇気を持って行動に移す後押しをする状態をあなたの中で生み出していく手助けをしています。あななた方はさららに不正のみならず 絶対的な無条件の愛のの愛世界ををシリス通して受け継いでいでるのですこの絶対的な無条件の愛は揺るぎのないあなた自身の全ての全存在において無条件の愛そのものであることを内側からもそしてまた外側からも循環するような意図を持ってあなたが生み出されているということに 気づいいてくださいそしてまたあなた自身は無限心という振動数で置いて、えー、どのような扉からも開くことができそしてまたおの、えー、ずと一つの扉を開いたら、えー、それを完結したら次の無限の扉が開かれていくというような、えーまあ、自動的にあなたがそのような、えー、シナリオの中に 入り込んででいいるる無限神であることに気づいてください今日という日あなたが最も必要としている無条件の愛の振動数をあなたの全細胞に満たしそしてまたあなたの全てのチャクラエネルギー体に満たされた状態になることを選んでみてくださいそしてそれを通してあなたが完全なる無条件の愛の無限心となった時にいよいよ この2024年のあなたの自分史上最高のシナリオがアカシックレコードから完全に下ろされているものがあればそれを開く時となっていますだからこそそのシナリオを開くためにあなたの貴重な時間をあなたのためにだけ費やす時間を設けてあげてみてくださいそれは眠る前でも構いませんしこの動画を聞いた後にでもあなたと 対話をするそしてあなたというその、えー、無限心の一つの、えー、扉を開く人生を垣間見るような時間それはまるでう映画のシナリオを読む人もいればのように読む人もいれば言霊で、えー、内側でかん、えー、読んでいく人もいれば、えー、そうですねあ映像を通して見ていく人もいればそしてただ体感をしてあ 私が無限心として生きているというのはこのような状態あなたの内側で体感を通して感じたならばその感覚体身体感覚のまま、えー、日常を送ってみることへ、えー、意識を向けていってその一つ一つのあなたの行動は無限心としての行動であることに気づいていきそこから、えー、はたあなた自身の無限心の、ね、中で選んだ無限の可能性の扉が一つ 開いいてててそここにに入っていくことによっくとよ何が起こるかというとあなた方全員においてその無限心の扉を開いたならばまずあなたが見ている景色が完全に変わっていることに気付いてください同じ人と交流していたとしてもその人への見方その人が放つ言霊があなたの中に入ってくる入り方も変わってくるのですどうかそのあなたという無限心が ついにその扉の一歩をけ開けたことによって2024年はさらにあらゆる宇宙の聖なる計画とリンクしていることが起こり,起こりうるということも気づいておきオープンにあなたのもとにやってくる現実がより豊かなものであることは間違いありません。どうかその 大信頼の中で無条件の愛から外れることなく宇宙の源のあなたである無限神が活動する環境にもうすでになったということを選んだあなたがそこにいるのです私たちは常にこの地球を愛し慈しみ変わることなく情報をそしてまた無条件の愛を共有し続けていきます 大天使ヘルメスはいなんかこの宇宙元旦においてね本当に一人一人がこのその扉を開けたということがすごいなと思,う思いました今日のねシルフスの光の表記会からのメッセージもこれからのね宇宙元旦を超えていくあなたにとっての最高のものになっていくことを祈ってますというわけで穴口恵子の「ハッピースピリアルライフ」にお越しいただきありがとうございました はあ、もし登録されてない方是非ご登録いただいたらすごく嬉しいです。それではまた